はい、 J チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日はね、雑談というかね、皆さんに質問ですね。 J チャンネルの視聴者の方に質問というか、まあ、聞いてみたいことかな、いろいろあると思うんですけどね。今回はあなたにとって究極の自己満足というのは何ですかというなのを聞いてみたいと思いますので、ぜひねコメントなんなり聞かせてほしいと思うんですけどね。いろいろあると思うんですよね。ギターが欲しいとか、100万のギターが欲しいとか、いろいろあるでしょ。この曲が弾きたいとか、もうとにかくギターでも好きなように弾きたいとか、もう自己満足、例えば人に別に発表しなくていいから、自分の思う究極の自己満足を教えてくださいというタイトルでいきたいと思いますが、よかったらね教えてほしいと思います。で、僕の究極の自己満足は次回発表します。で、今回は皆さんのね、究極の自己満足を聞いてみたいと思います。自己満足なんでできる範囲ですね。例えばもう武道館でやりたいとか、こういうのもう妄想ですから、妄想じゃなくて今できる範囲の自己満足ですね。一人でこう永遠に歌を弾くね、歌うとか、いいギターを買ったとかね、あるでしょ。欲しいとかじゃなくて今できている自己満足です。今できている、だからギターを買いたいとかいうのは欲望であって、自己満足は例えばマーチンの、高いギターを買いましたというのは自己満足ですね。欲しいじゃなくてね、そういった意味で、だから自分の好きな歌を永遠に歌っているという自己満足とか、いろいろあるでしょ。そういったのでね、音楽系に関することが中心になると思いますけど、あなたの音楽系に関する究極の自己満足をぜひ教えていただきたいと思います。いろいろあると思うんですよ。だからない人はこの機会にね探してもらったらどうでしょうかね。自分のやってることで自己満足は何だろうという、だから人に見せるとか比べるとこじゃなくて、もう本当に自己満足ですよ。自己満足ってたくさんあると思うんですけど、ない人もいると思いますけど、やっぱり一つぐらいはあると思います。これが俺の自己満足だ、これが私の自己満足だ、人がとやかく言おうと関係ないというふうな感じのがね、ない人はしょうがないけど、ある人はぜひ書き込んでいただきたいと思いますし、で、次回僕の自己満足を言って皆さんに提案します。これはどうでしょうというのをありますので、それは別に受け入れる受け入れないはもう自分の勝手ですからね。だけど、皆さんの自己満足を聞いてみた上で、僕の自己満足ってのはこうですよ、よかったらやってみませんかというね提案もしますので、よかったらね究極の自己満足をね、考えてみて書き込んでいただければと思いますね。はい、いかがでしょうかね。こういう感じでね、遊んでみるのもいいと思いますしね、どうでしょうかね。ギターを買ったとか、ね、買いたいっていうのは自己満足ではないね。買いたいじゃなくて買ったですね。過去形ですね。過去形か現在進行形 ING。 僕これやってるのが自己満足だというのをね、別に音楽離れてもいいんだけど、これをやってる時が自己満足だなというところをね、皆さんと話してみたいと思います。僕のもありますので、僕のは次回、これが僕の自己満足だっていうのを話してみたいと思いますし、よければね提案やってみてもらって言いたいこともありますのでね、よかったらねぜひ考えてみてもらって、別に究極の自己満足は一つじゃなくてもいいんですよ。たくさんあってもいいし、そういう感じでね、もしない方は考えていただければと思います。はい、では次回発表しますので、皆さんぜひねコメントいただきたいと思います。 J チャンネルでした。究極の自己満足は何でしょうということです。ではまた。ギター持ってるだけで自己満足は何でしょう。ちょっと違うな。ではまた。